加藤美優の失格騒動に新たな意見紛失。元ボール傷が失格は正しかったと訴えた理由とはご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。世間を騒然とさせた失格処分に意外なところから興味深い意見が展開された。 物議を醸したのは、今月4日に行われたテニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルス3回戦での一コマだ。アルディラスーチャリ、インドネシア、とペアを組んだ加藤美優・ザイマックスは、第2セットの途中に相手コートへ返球。しかし、これがボールガールに直撃してしまったのである。 直後に、わざとやったんじゃありません、と加藤本人から説明された出身は最初に、警告を発するにとどめていた。がしかし、痛みと驚きから涙するボールガールを見て、退治したマリエムズコワとサラソリベストルも、チェコ、スペインがもう抗議。結局、スーパーバイザーも介入する事態となり、加藤とスーチャリは失格となった。 後日に加藤は失った賞金とツアーのポイント回復を求めたが、全仏側は訴えを却下。世界中から批判の声が集まっても、なお、ボールガールがあんなに長い間泣いているのを見ると、何らかの決断をしなければならない。大会ディレクターのアメリモレスも師団、と姿勢を崩さなかった。この一大騒動で、くしくも脚光を集めてしまったボール傷。 その危険性を熟知する元経験者が持論を語っている。ベルギーのテニス専門サイト、テニスプラザで、フリースタイルテニスのオランダ代表であるスタインバンドミニクは、加藤への決定は正しいものだったと思う、と口にした。何を隠そう、過去にボール傷を務めた経験を持つバンドミニク。 その危険性も熟知する彼は今回の騒動を正直に言ってしまえば複雑な気持ちだよ、とト,トロ。そして次のように続けた。あの瞬間カトウが相手に無意識にボールを打ってしまったのは確かだと思う。でも大会としてはどこかで線を引かなければならないんだ。だから彼女とペアの人が失格となるのは正しいと言えるよ。さらにバンドミニックは語る。 2020年の全米オープンで、ノバク・ジョコビッチが先進にボールをぶつけてしまって失格処分となった騒動を引き合いに出した彼はもちろん、警告だけという決定もあり得るがジョコビッチだって、わざとでなくても失格になったと強調。そして、トッププレイヤーはどうしてしまったらダメかを把握している。どのケースに陥ったら退場になるかってルールもね。 だから、いかなる時も自分をコントロールすべきだ、と訴えた。未だあらゆる意見が挙げられる今回の騒動。テニス界には同様の問題が起きないためにも、何らかの解決策が求められそうだが。文、構成、ここからネクスト編集部。最初から失格だったなら、ここまで騒ぎにはなっていないと思います。 一番問題なのは、一度は審判が警告を出したということ、それに対して相手ペアが必要な抗議、血が出ているなどの事実誤認も含む、多くなったこと、それを受けてビデオの確認などの最低限の検討もすることなく判断を翻して失格にされたこと、これらの一連の対応に筋が通っていないからですよね。 大会側としてどこかに線を引かなければならないのはわかりますが、その線引き自体が極めて恣意的という点が今回の問題点ですので、ドミニク氏の意見はいささかまと外れないように思います。線引きの線が曲がってるからこうなる。警告という判断が正しいかどうかではなく、一度下った最低がその後に変わってしまう根拠が明確になっていない。 むしろ進行の妨げになるならボールボーイ、ガール、が交代すべき。こういう事象が発生した場合、恋かどうか、相手の状態で決めるのではなくの一律の処分をすることにしておかないと。それができないならボールボーイ、ガール、制度はなくした方がいい。加藤選手には厳しく不納得な最低だと思うが、潔く受け入れてほしい。 実力は証明されているのだから、その後の振る舞いも一流アスリートであってほしい。頑張れ、加藤選手。当たったことより、世界的な選手がプレーしている中のお世話係ということで、緊張があった中での事故で、驚きで緊張の糸が切れて涙が止まらなくなった感じがする。 この環境に加えて、個々人への性格にもよるし、幼い人が心の状態をコントロールするは難しいと思う。それなら傷ではなく、プロとして動く大人を使うべき。小学生の頃ボレーの練習で顔面にテニスボールをまともにらったけれど、今思えば緊張感も少ない中、痛いな思いながら練習を続けていた。でもなく発想にはならなかった。 そんな個人的なことで涙を流されて失格に追い込まれるのは少々理不尽ではと映像を見て思った。大会側は本当にボールパーソンを思うのであれば、意味不明に選手を失格にするのではなく、コート内に集中できてないボールパーソンか、もしくは彼女をコートに入れてしまっている自分がを責めるべき。 あの程度のボールに当たる。しかも、泣く人、日本でテニスやってる学生の中にだっていやしない。時速200キロ前後のサーブだったり、トップスピンのかかったボールとか、本当に危険なボールはもっと他にある。海外ってどうして本当の意味での解決策を考えられないかね明確なルールがなく。 リプレイも見ずに泣いているという理由だけで警告から失格に判定を変え、さらには通常であればミックスの試合も失格に値するはずなのにそこは適用しない。こうした裁定はルールブックにのっとったというよりは感情に伴うエジアンヘイト以外の何者でもないこれがアジア人のペアではなくヨーロッパの白人ペアだったら同じ裁定を下したのかと疑問に思う。